さあ、見るだけで縁起がいいと言われております猿回し。さあ、よいしょ、はい。さあ、本日はですね、芝の広場のですね、屋根があるところでパフォーマンスしておりますので、よろしくお願いします。余計なことばっか。子供かどうだ。ありがとうございます。気をつけも覚えてきました。あの、今来たお客様もいらっしゃるんで、ね、もう一度あのちょっとお猿さんの紹介させていただきます。今日頑張るお猿はですね、7歳の男の子になります。名前を健太と言いますんで、はい、名前を覚えて帰ってください。あの、よくですね、あの、人間の年に直すといくつぐらいなんですかって聞かれるんですけど、人間の年に直すと今21歳です。一気に大きくなる、肩上がるからね、一応大人のお猿さんでございます。しかもですね、今彼第二反抗期を迎えておりましてですね、あの、小中ですね、あの、エンタに対してちょっと注意する場面があると思いますが、あの、その時はですね、皆さんエンタ頑張れって応援してあげてください。ですけどね、あの、技決まった時、できた時はですね、あの、先ほどのような大きな拍手で褒めてあげてください。あの、褒められたら、あの、エンタやる気出ますんで、お願いいたします。よいしょ。さあさあさあ、今どれくらいですか。ちゃんと座ってよ。はい、じゃあ12時10分でちょっとあの予告してますので、もうちょっとあと4分お待ちくださいね。はい、エンタ。せっかくなんで、あの、ショーが始まってしまったら彼ほとんど動いてますんで、じっとしてる写真今のうちに、はい、撮っててくださいね。はい、毛づくろいしてる写真今のうちに、はい、撮ってください。ほっ、めちゃくちゃ一応趣味の毛づくろいでございますんで、よろしくお願いします。ほっ、前前、はい、どうぞどうぞ。じゃあ、エンタ君、せっかくだからちょっと、エンタ君、はい、よろしくお願いします。エンタ、はい、はい、エンタ、では、はい、よろしくお願いします。はい、エンタ君、はい、エンタ、はい、うん、はい、よろしくお願いします。エンタ、はい、ちゃんとアピールしましょう。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこちら側に、はい、エンタ、はい、あと、あ、あ、はい、あって、はい、あ、エンタ、ちょっとそういうところですよ。はい、そうです、そうそうそう、はい、エンタ、よろしくお願いしますって、頑張りますって、ちゃんとアピールしておきなさい。はい、よいしょ。はい、ほっ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 、はい、あの、本当にですね、今日はいいとこ取りだけで頑張ります。そしてですね、あの、ショーの最後ですね、あの、彼にしかできないあの大技ちょっと披露させていただきますので、皆さんちょっと交互ご期待ください。もう全然あの焼酎もお写真ムービー撮り放題ですので、いっぱい撮って帰っててください。お願いします。じゃあちょっと最後お知らせします。よいしょ。さあ、それではもう間もなくの日本伝統芸能猿回し公演スタートでございます。12時10分より猿回し公演スタートさせていただきます。お願いします。さあ、お時間あるよ、興味あるよとお客様ですね、どうぞお集まりください。あ、あ、そういうところですよ。しょ、あと2分です。もうしばらくお待ちくださいね。ですので、よろしくお願いします。ずっと左手しかやってないですね、毛づくろい。え、だから違うところもやってくださいね。ね、
そこが抜けやすいの。なんか抜きやすい部分と抜けにくい部分があるんですけど、そこをちょっと見極めてやってるんですよ。あ、食べてます。はい、そのまま、あの猫とかはやっぱり毛玉として出すんですけど、あのこのまま彼ら消化しますんで。はい、ね、そうだよね。はい、ちゃんと座ってよ。太鼓にはもう触りません。よいしょ。さあ、どうかな、どうですかね。はい、あ、あ、まだ座って。はい、皆さんお待たせいたしました。12時10分になりましたんで、さあ、それでは今から日本伝統芸能猿回し公演始めさせていただきます。よいしょ。それではちょっと改めてご挨拶させていただきます。あの、僕たちですね、コンビ名がありまして、僕たちコンビ名猿三昧と言います。あの、寿司ではありません。あの、猿で覚えてください。お願いします。そしてお猿の名前はエンタ。1000年の歴史があります。日本の伝統芸能猿回し、まだまだ勉強中のコンビではありますが、今日はですね、お客様とのご縁に感謝して一生懸命頑張ります。じゃあ、こっち。はい、よいしょ。エンタ、挨拶大事よ、ここ大事。はい、では、よっけ、ほら。それでは今から約10分間です、たくさんの拍手での応援をよろしくお願いいたします。エンタ、ではちゃんと切れよ。お、ありがとうございます。はい、立て。そう、さあ、皆さん、ここから道具を使った芸を披露させていただきます。まず最初はですね、エンタの得意芸、竹馬から見ていただきましょう。よいしょ、こちらです。ちっちゃいよ。あの、さすがに皆さん、このサイズの竹馬売ってなかったんで、あの、僕が手作りで作りましたエンタサイズでございます。はい、お猿さんですね、人と乗り方が違うんですよ。皆さんは足元にご注目ください。いきます。はい、よいしょ。はっ、はい、さあ、お気づきいただけたでしょうか。あのですね、エンタ竹馬乗ってるんじゃないんですよ。エンタ竹馬、なんと掴んでるんです。はい、あ、はい、ちょっと待ってよ。そうそうそう、このようにしっかりと手と足で竹馬掴んで乗っております。ほっ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 、よいしょ。あ、後ろのお客さん見えてますか。はい、よいしょ。あの、足がですね、手のようになってるんで、このように足で物とか掴むことができるんです。そうそう、までよ。そうだ、ですかね、あの、皆さん、エンタ、このように竹馬掴むだけじゃありません。今から歩きます。それでは歩き始めたら拍手お願いします。よいしょ。ありがとうございます。そうそう、ゆっくりゆっくり。そうだ、あの、たくさん練習頑張ってきました。あの、エンタですね、竹馬歴がなんと4年でございます。3歳の時から練習を頑張ってきました。うん、そうだね。あ、そこ気をつけて、エンタ。はい、戻ってきて。そうそう、後ろ行き過ぎ、後ろ行き過ぎ。そうそうそう、そうだ。あの、皆さん、エンタですね、竹馬乗って歩くだけではありません。さあ、ここからさらに道具を追加させていただきます。よいしょ。では戻ってきて。はい、オイル。そうだ、いただきます。こちらハードルを使っていきます。よいしょ。さあ、ピンとしてるお客様もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まだまだ、よっ。いきます。竹馬に乗ったまま、よっ、ほっ、飛び越えます。戻ってきて。さらに数を増やしていきます。よいしょ。今度は3つの連続跳びです。皆さんの運気がどんどん良し
に上がっていきますよ願い込めさせていただきます。変なことでしょ、下がってそうだ、数増えたからね、気をつけてよ。はい、乗るよ、連続で、戻ってきて、こういう皆さん、エンターかなり調子いいです竹生のハードル、いつもだったらですね、ここで終了なんですが、今日はですね、皆さんに喜んで帰ってもらいたいので、今日は特別に竹生のハードの中でも一番難しいと言われている技に挑戦します。それがこちらです。2段いきます。この技を成功させて、今日一番見ていただきたかったメインの大技へと移ります。エンダー、これもたくさん練習してきたね。ここは皆さんにかっこいいところ見せて、次の技を移ろう。話聞いてる？あ、ちょっとちょっとやる気十分でございます。さあ皆さん、決まったらですね、大きな口で褒めてあげてください。それではいきます。竹馬ハードル、ちょっともう一度行かせてください。エンタ君、下行き過ぎです、危ないです。すいません、ちょっと今成功したんですけど、ちょっとちゃんと真ん中まで戻ってくるところまでですよ。すいません、もう一度行きます。ダメです、ちゃんと後ろではありません、ちゃんと前で戻ってきてください。厳しいようですが、しっかりとしたルールがありますので、よろしくお願いします。もう一度エンタ、ちゃんと決まってから、もう一度行こう。エンタ、もう一度、ありがとうございます。皆さん、やればできることでございますどうだエンタ、よく頑張ってなかったよ。いしょ。それではお待たせいたしました、一番見ていただきたかった大技、大きな階段使っていきます。よいしょ。それではご覧いただきましょう、発想跳びいきます。はい、では気をつけ、飛んだ後の着地にご注目です。はい、バカ立ちです。反対側からもいきます。では気をつけ、どうだ、反対側からも、よっ、ほい、ほら、しかも上まで行きます。褒めてあげてください。頑張ってます、偉いとエンタ。さあ、ここまで頑張ってるエンタに僕からご褒美、休憩です。ちょっと休んでもらいます。次が最後のジャンプです。最後エンタが飛ぶ距離はこちらです。この距離いきます。条件は変わりません。飛んだ後の着地は逆立ちです。それでは皆さん、最後のジャンプ飛ぶ前に大切なお話があります。
最初にも少しだけお話しさせていただいたんですが、この猿回し、1000年の歴史のある日本の伝統芸能です。猿回し、昔から魔が猿、厄が猿、災難が猿と縁起がいいとされてきました。このご時世だからこそ、今日は皆さんにこのご利益を持って帰っていただくと同時に、楽しい思い出をここ道の駅鹿島魔法ロボで作っていただければと思い、僕たち全力で頑張ってきました。これからも日本の伝統芸能猿回しをより多くのお客様に楽しんでいただく、そのためには皆さんからの拍手応援の他に、あともう一つ大切なものがあります。それが皆さんからのご理解あるご祝儀でございます。今日僕たちですね、久しぶりにここ道の駅鹿島魔法ロボでできるということで、ものすごく張り切って大きい籠を準備してきました。一番大きいサイズ持ってきました。最後のジャンプが決まったら、こちらの籠を前に置かせていただきます。演歌に対する評価、折りたたんで入れていただきますと、僕たちの今後の励みになります。立て、ほら、待てよ。お待たせいたしました、最後のジャンプご覧いただきましょう。はい、枝、余計なことしませんよ。はい、止まって、気をつけ、ほら。さあ、本日はたくさんの拍手での応援、本当にありがとうございます。それでは、いきます。エンタのファーストオトメ決めるプロオーケーでしょー、とてもです。さらに、さあ最後、エンタにしかできない大技、いきます。それでは最後ご挨拶させてください。僕たちコンビ名サルザンマイ、最後までのお付き合いをありがとうございました。はい、だってありがとうございました。皆さん、それではカゴを前に置かせていただきます。エンタに対する評価、カゴの中にお願いします。